健脚を祈願して編まれた大わらじが辺栗町の長後村志寺に奉納されました。志寺山にある長後村志寺に奉納されたこのわらじは、葛城市で農業を営んでいる池野川照夫さんが作ったものです。池野川さんは15年ほど前から趣味でわら細工を行っていて、過去には長谷寺や室生寺などに大わらじを奉納しており、これで14回目です。平成27年にも大わらじを長後村志寺の仁王門に奉納しています。今回令和元年記念として作られたわらじは、長さおよそ1メートル30センチ、幅は30センチほどで、赤ちゃんが履ける小さなわらじと大人サイズのわらじもついており、子供から大人までみんなが健康でありますようにという願いが込められています。災害のないね、年号、令和、そういう年になったらいいかなということで作らせていただいているんですわ。寺の仁王門には前回奉納された平成のわらじと今回奉納された令和のわらじの両方が飾られています。